最後のツアーはオレンジ色のパネル、沈んだ都市と空想ゾーンです。皆さんはアトランティス大陸の伝説を聞いたことがありますか？そのモデルとなったのが地中海に浮かぶサントリーニ島という火山島だと言われています。ここはそのサントリーニ島をモチーフにして考古学の発掘現場を再現したものです。これまでの人類の歴史の中で文明が自然災害や気候変動によって滅びるということがあったわけですが、そのことを見せようとしたのがこの展示です。セカンドライフでは遺跡から元の村や町を復元することがいくつか行われており、この展示も情報考古学会のエジプト考古学の専門家が作ったものです。こちらはサントリーニ島のブルードームと呼ばれる教会に似せてあり、中には化石が展示されています。この先には珍しい海上発掘現場も再現してあります。この海上の監視櫓がアビス3番目の絶景ポイントです。この展示ができた後に東日本大震災が起きました。実はこのアビスの隣に NOAA、 アメリカ大気海洋庁のシムに津波の体験シミュレーターがありましたが、今では担当していた部署がリストラされちゃって、シムもなくなってしまいました。東日本大震災の巨大津波の映像は皆さんも目に焼き付いていることと思いますが、仮想空間で表現することの限界というものを痛感しました。ここから海中に下ってみましょう。ここから歩いていくと船が沈んでいるのが見えます。沈没船探しは海中考古学の重要な分野だそうです。また沈没船に積まれているお宝はトレジャーハンターたちの夢でもあるそうです。ではここからいよいよ空想ゾーンにテレポートしますね。ここが空想ゾーンです。ここからちょっと歩いて後ろを振り返ると科学ゾーンという看板に変わります。このようにアビスでは科学ゾーンと空想ゾーンをきっちり分けています。地球科学の分野では人間が簡単には到達できない深海という広大な未知の領域がまだまだ広がっていますし、過去に遡るということも大変難しく、空想と科学がお互いに引っ張り合いながら進んでいくことが大切だと私は思っています。セカンドライフには海の空想作品が数多く作られていて、それらを紹介するのがこちらのゾーンです。歩いていくと大きなタコや海中に沈んだお宝が見られますね。登り切ると通路の左右には空想上の生き物や謎の超古代文明の怪物などがいろいろ展示されています。そしてその先に大きな潜水艦があります。これはジュール・ヴェルヌが140年以上昔に書いた海底2万里に登場するノーチラス号です。ノーチラス号といえば別のデザイン、そう、ディズニー映画に登場するワニみたいな姿をご存知の方も多いと思います。これはそれとは違いますが、原作に忠実に船内まで再現されたものだそうです。
ディズニー映画や不思議の海のナディアでは戦う船のイメージが強いノチラス号なんですけども、実は原作を読むと海洋でさまざまな科学調査を行う海洋調査船であるということが分かります。また、発見した資源や財宝で虐げられた人々を助けていることも分かります。それで、このアビスに展示することにしました。実は、ジュール・ベルヌは海底2万里を描く際にあらかじめノーチラス号の図面を作って、それに基づいて描いたと信じられています。その図面はまだ発見されていませんが、多くのファンがその図面を再現しようと試みてきました。このノーチラス号はその多くの試みの中で最も真実に近いと評価されていて、原作には出てこない小部屋が3つあることも明らかにしています。まあ、そういう意味で、これはセカンドライフが遺跡の復元にとって、強力な手段になっている実例の一つになっています。では船内に降りてみますね。この中を歩き回るときは 3D 用になりやすいので皆さん気をつけてください。船内が狭いので普通の歩き方ではなく、マウスルックという方法で回るのがいいと思います。この階段を降りて、前に行くと、そこが発令所です。そこに、レバーがあって、操舵室が昇降します。ちょっとやってみますかね。これで今降りましたよね。それで、操舵室が上がるというふうな仕掛けになっています。それから、また階段室に戻って、一つ下の方に降りますね。それで、そこから前に行ったところが、これが、士官食堂です。アロナクス教授たちが捕まった後最初に食事する場所がここですね。それで、それの前が図書室で、まあ、世界中の名作やあと科学雑誌とかがいっぱい入っている場所です。それから、その前が有名なサロンで、パイプオルガンとかですね、ネモ船長がトッカータのと風がなんか弾いたりしてるんですけども、それからさまざまな美術品、海底から回収した財宝、それとまあノーチラス号で一番の特徴の海中展望窓があります。はい、みんなでくつろいでみました。窓の外にはダイオウイカが見えますね。これ小説ではですね、本当は大凧なんですけども、まあ実際にはダイオウイカの方がタコよりも大きいんで、ここではダイオウイカにしています。そしてこの前ですね、ちょっと狭くて大変なんですけども、一番前の部屋、これがまあ、ノーチラス号に助けられたというのか囚われたというのか、まあ、アルナックス教授の部屋になります。そして、サロンに戻る途中にですね、この質素な部屋がまあ、ネモ船長の部屋になります。それでもう一度サロンに戻って、図書室を抜けて、で階段室からさらに後ろに行くと、ここが士官食堂だったり厨房、菓子館ですね、菓子館の、ための食堂や厨房、それからその寝台とかがあってトイレもあって、それともう一つはこちらの部屋は狭いんですけども、
海中でダイバーが出入りするためのロックアウト室というものがあります。そこで海中に出ることができます。それから最後一番後ろが電気推進室です。海水のから取り出したナトリウムを使った電池というような設定になっています。これで船内の探検はおしまいです。では船の外に出てみましょう。外にはノーチラス号についてのいくつものトリビアのパネルがあるので、ぜひご覧くださいね。ではこれで4つ目のツアーも終わりました。出発点に戻りましょう。